おはようございます、ラスカルでございます。本日の動画はですね、もうこのお店かなり有名なんで知ってる方も多いと思うんですけれども、焼肉ライクさんにお邪魔しております。まあ、こちらのね、焼肉ライクさん、基本的にはまあこう一人一つね、無煙ロースターがついておりまして、一人焼肉がね楽しめるお店ではあるんですけれども、今回はまあお店からねお声掛けをいただいて、ちょっと今キャンペーン中のメガハラパウンダーセットというね、ご飯がね漫画盛りにできたりとか、大食いの人にも嬉しい優しいような新メニューがただいまキャンペーン中でね出ているらしいので、本日はそちらのセットメニューを食べに参りました。営業の開始前に2階のねテーブル席をお借りして一人で撮影をしておりますので、喋りながらね進めていこうと思います。とりあえずメニューの方をね注文したいと思います。メニューの方がねこんな感じでタッチパネル式になっておりまして、で今回いただくのがキャンペーンかな、これメガハラパウンダーセットで、このセットなんですけれども、まあ、お肉が 300g と 450g を選べまして、プラスアルファね、ご飯、キムチ、スープとおかわり無料となっております。とりあえずね450とちゅうか、漫画盛りご飯さ2合あるんだけど、めっちゃ多くない？1個とりあえずこれと OK ということで、今ねメニューの方を注文しましたので、到着するまで待ちたいと思います。はい、ということで、ただいまねメニューの方が到着しました。こちらがメガハラパウンダーセットでね、ご飯漫画盛りでございます。すっごこちらのセットについてくるお肉なんですけれども、よいしょ、まずはこちらのガリバタ塩ハラミと、それにバラカルビとイベリコ豚のカルビの3種類のお肉がついております。それではもうねお腹だいぶ空いてるんで、早速食べていこうと思います。いただきます。ほい、よし、めっちゃ腹減ったんだけどちょっと焼いてる間にスープ先飲もう。あー、うまっ。ひっくり返してと、あ、うまそうじゃん。うい、お肉これ OK でしょ、もうよいしょ。カルビだから火力がすげえな。タレがっつりつけていただきます。よいしょ、うん、見えるかな、こんな感じだよね。最高だよね、もうこれ絶対うまいやつじゃん。うん、あ、いいね。うん、これ無限に食えるわ。ご飯何杯いけるかな、2合のご飯。これ続いて焼いてるのがイベリコ豚のカルビですね。こっちはねかなりお肉も肉厚だね。 うわー、うまそう。いい感じにもう焼けてきましたんで、一回ね全部取っちゃいますね、これ。ほいほい。で、ちょっとね、待ってる間はもったいないんで、ガリバタの塩ハラミ、これ、先焼いちゃおう。それでは、豚カルビさんはこんな感じでございます。脂がね、ツヤツヤでマジうまそう。あ、うんむ。うんむ。骨が止まんねえわ。キムチと、うん、うん、あ、キムチうめえな。もうね、匂いがめっちゃガリバタ匂いする。すげえ腹減るじゃん、この匂い。
やっぱりね、全体的にお肉はこう上品な感じっていうよりかはもうがっつりした感じ、一人でね焼肉食べに行きたいって思った時にフラッと行って大満足できる系のこうね、がっつり焼肉でございます。これがいいね。ハラミもオッケーかな。ガリバタハラミはこんな感じでございますね。かなりね、一枚が肉厚に切られてる。いただきます。あうまっ、うまっ。マジで米が足んないわ、全然足らん。これ僕らだったら漫画萌えでね、何杯でも食べれる。うんうん、一杯目完食でございます。そしたらもうなくなったんでね、ご飯、キムチ、スープとおかわり注文します。ちょっとね、今これメニュー待ってる間に見てたんですけど、なんかね面白いのあるね。フェイク焼肉ってのがあるのよ。これソイミートとかなのかな。こういうのもさ、まあ女性から男性からいろんな人にね受けるから、こういうメニュー面白いよね。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ただいまでご飯2杯目到着しました。ちなみに今回はスープとキムチも追加で注文しております。うまっ、僕らに限らずですけど、このね1700いくらっていう安い金額でご飯とかキムチとスープと全部無料おかわりできるとなると、普通のね一般のいっぱい食べる方、こういう方はね嬉しいと思う。絶対俺だったら来るもん。この焼ける感じいいでしょ、めっちゃうまそうだもんな。ひっくり返しちゃおう。よいしょ、うん、そう。まあ基本的にはねカルビ系が多くて油がね多いんで、焼くときは気をつけてください。火はねすごいわ。ちょっとなくなる前にご飯先にね注文しておきましょう。3杯目のご飯ですね、6合目。食いすぎだよね。今日はねお呼びいただいたんで、こう遠慮なくご飯食べてますけど、さすがにこのセットで6合8合とか頼むお客さんいないよね。多分そんなこと絶対想定しなかったと思う。ということで3杯目ね到着しました。ほら漫画盛りうまそう。
当にこちらのお店ね、1人1個ロースター機があるので、なんかね、やっぱね、ロースターがいっぱいあるから換気能力がすごいらしい。この時期はね、めっちゃ安心だね。やっぱりいろいろと今の時期はね、気になることが多いんで、外食もね、難しいかもしれないですけど、こういうお店だったら結構ね、安心ですね。昔ね、僕が職人やった時代があったんですけど、その時代にね、こういうお店だったら仕事終わり絶対通ってたね。力仕事の人とかはこういうの嬉しいね。はい、ということで、ただいまね、3杯目完食したんですけれども、もう残りのお肉はね、こちらのバラカルビの3枚だけなので、さすがにね、この辺りでご飯の注文はやめておこうと思います。はい、そしたらね、こちらが最後の一口ございます。はい、ということで、ただいま焼肉ライクさんでキャンペーン中のメガハラパウンダの 450g にご飯を6合と、まあ、キムチもね、スープなんかもおかわりしまして、美味しく完食いたしました。どのお肉もね、がっつりとした、まあ、下味もついておりますし、3種類ともね、ご飯に合ういいお肉でございました。一人でも来やすいお店ですし、お腹空いた時にはね、がっつりと食べるにはぴったりなお店だと思いますので、ぜひね、お腹が空いた時にはこちらの焼肉ライクさんでこのね、がっつりとしたセットメニュー食べてみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。単品で頼んでもおかわりができるのか。いやー、まだまだ食えるけどな。